リームペタペタデコレーション、スイーツエンジェルついだよ。甘いだけじゃつまらない、ミントデビルティナだよ。私たち二人合わせてヘルズキッチンです。ミサちゃん、ビルのスクリーン見た？ヘルズキッチン見ちゃうか。二人ともキラッキラだったね。そう、私にはよくわからない、興味がないから。そんなのもったいないよ。ほら見て、ヘルズキッチンの二人またスクリーンに映ってるよ。並木、あまりキョロキョロするな。だってだって、秋葉原だよ。見たことないものばかりで楽しいんだもん。そうだミサちゃん、ここで写真撮ろうよ。一緒に。ほら撮ろう。ミサちゃんはダブピーして。こう、うんうん、はい、チーズ。上手に撮れたよ。まったく並木は。そうだ、ジェニファーさんたちにもお土産買ってあげようっと。アニメ好きって言ってたし、きっと喜ぶよね。次いつ会えるかもわからないのに。ううん、大丈夫だよ。この前リンク交換したんだ。リンク？うん、もしかして知らないの？電話やメールができるアプリだよ。リンクぐらい知ってる。っていうか、私とはしないんだ。あ、ミサちゃん何か言った？なんでもない。じゃあお土産探しに行こっか。ちょっと寄り道するだけだからいいよね。ダメだダメだダメだ。私たちがどうして秋葉原に来たのか忘れたの？忘れてないよ。故障したジェットレースシミュレートの部品探しでしょ。もうミサちゃんのケチ。どうした？急に大声を出して。あの、すみません。ん？何？並木、知り合いか？違うよミサちゃん、この人たちヘルズキッチンだよ。さっきビルのスクリーンに映ってた。うわ、生で見るとさらに密着ね。ミサちゃんもそう思うでしょ？ああ、そうかもね。もちろん喜んでサインするよ。ありがとうございます。あれ、あなたこの前武蔵野女学館とジェットレースしてたか？私たちのこと知ってるの？ヘルズキッチンの人たちに覚えられちゃうなんて嬉しい。それならちょっと話が変わってくるかな。え、どういうこと？スイちゃんたちとの勝負に勝つこと、それがサインをあげる条件よ。まあ、ついたら勝手なことしてマネージャーさんに怒られても知らないよ。仕方ないでしょ、何事もジェットレースの勝負で決める、それが神田川の掟。その通り、さすがジェットレーサーね。見た目はチンチクリンだけど。なんかさっきまでとキャラが変わってないか。仕方ないじゃない、レースのことになるとアイドルしてる余裕なんてなくなっちゃうの。さあ勝負を始めようよ。せいぜいついちゃんたちを楽しませてね。任せといて。サブカルチャーの聖地、秋葉原デンス以外。
夜はライトアップされてさらに賑やかに。難易度は優しめであるものの、夜となるとまた違ってきそう。マシンの操縦は任せた。3、2、1スタート。サイン、サイン、ヘルズキッチンのサイン。そんなに浮かれるほどのことなのか。ミサちゃんだってイルカさんキーホルダーで騒いでたじゃん。それはなんだか余裕そうだね。サインが欲しければ本気でかかってください。ティナたちのサインは安くないんだから。必殺技、撃てるぞ。ごめん。終わらせる。スペシャルなやつ、準備完了だよ。行け。行くよ。周りにバレて騒ぎになっちゃうよ。もうせっかく気持ちよく走れてるのに。これだからアイドルって大変なんだよね。あの二人のコンビネーション、ただものじゃない。私たちだって負けてないよ。ラストスパート、一気に攻めていくよ。スペシャルなやつ、準備完了だよ。私の出番だ。スピードアップ、ここでゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。やったー。ジェットレーサーの夢に近づいたかな。自慢しようっと。武蔵野女学館に勝った実力がどれほどかと思ったけど、まあこんなものかな。確かに思ったよりかはって感じだったね。ついマネージャーさんから電話だよ。あっちゃー、きっとレースしてたのがバレたのね。まあ暇つぶしにはなったよ。それじゃあ行くから、サイン大事にしてね。あれ、どうしたんだろう。あんまり楽しくなかったのかな。どうやらあちらは本気ではなかったようだね。そうだったの。全然気づかなかった。周囲が大騒ぎにならないように気遣いながら走っていったんだろう。おそらく全力で勝負していたら負けていただろうな。そっか、私がもっと強ければ楽しんでもらえたのかな。それは違う。ジェットレーサーに必要なのは何よりもコンビのチームワークだ。ツイとティナの走りを見て思い知ったよ。だからむしろ私がもっと上手く並木とコンビネーションが取れたら。
そのためにはやはり並木のリンクを。ミサちゃん、今さらリンクの交換をするのもなんだが、他に手は。そうだ、それしかない。ミサちゃん、いろいろと考えているところ悪いけど、シミュレータの部品買い忘れてるよ。あ、そろそろ寮に帰らないといけない時間だよね。秋葉原には明日また来よう。やったー、毎日特訓した甲斐があったね。